じゃあですね、ごめんなさい、そうするとコメントも消えてるから、はい、じゃあですね、配信は、はい、ヒロポンさんの 1P 側がヒロポンさんの、バイソン、 2P 側が川島さんの、ザンギということで、はい、じゃあ大試合、おっ、はい、まず始まっていた、ちょっと配信には載ってないような気がする、さあスクリューいった、捕まえてる、さあさあ上から行ってスクリュー、あっとこれは終わるか、いや画面端までいける、おっ、どうにかしたいところ、スクリュー、さあ上からちょっと早かったが捕まえた、さあ第1試合は今日は早稲田式ということで、2チーム2オン、1人100円までは参加費お願いしますと、で 2P 側、あ、 1P 側エクスパーさんの U2P 側ギオさんの、ギオさんの竜、同キャラ、そして同キャラ同士でキャミステージ、いいところだ、さあ波動打ち合いから、おっ、飛び落としていく、空達で裏へ回ったがチップもしてなかったぞ、さあジャンプ強 B、 シーク踏んでいる、エクスパーパー、さあ1本目エクスパーさん、さあギョーザ気を取り直していただきたい、昇竜出る、エクスパーも曲げると、ちょっと遠かった、ダイヤ足を釣りが入らず、おっと直前でファイヤー、真空までねじ込んでいく中ゴス、さすがに欲張った、大ゴス、大ゴス重ねというね危険な選択肢、真空抜けている、さあ1-1、じゃあカーシムさんとエクスパーさん、さあ聞いた、 1P 側、勝者のエクスパーさんと 2P 側、お、川島さんの失礼しました、ザンギ、さあこれで勝ったチームが勝ちだぞ、竜巻で抜ける、おっと勝利、裏表ゴニャゴニャっとして抜け出したが、真空があるので迂闊にはいけないぞ、カワシムザンギが真空使わしていく、さあ画面端、そこから若干抜け出したがまた画面端、穴蔵作戦だ、さあおっと差し返した、あっと投げる、さあ2ラウンド目、
め端。この状況ザンギの方が有利に思えるが攻めきれてないぞ、攻めきれてないところ。さあいった、青サイチョップから落として、上からスクリュー、これ割りにくい、ダブラに当たる。さあ1-1、迎えて3ラウンド目。エクスパーさん自ら画面端に行くが揉んでいく、高めだった、ダブラリが当たってる、上から。さあ吸った、終わった。さあ川島ギオコンビ勝利。続いて連戦、連戦えしないしない、続いてドカタ金子チームとセロテープほぼ山本チーム。さあ川島マイク変わりました。いつもね聞いてて俺の声がちっちゃいっていうの気づいてちょっと大きめで話します。次はですねドカタ金子 VS、山本さんとセロさんですね。さあキャラを決まったら教えてください、先方とキャラ。はい、はい、キャラは、はい、先方お互い決まりました。さあ 1P 側が、金子くんのガイル、 2P 側セロテープさんのザンギュ。さあ死んだかさあガイルザンギュですね、厳しい戦いだ。さあしかし、この間鷹の爪さんがね遊びに来てくれて、なんかザンギ有利って言ってましたねあ、なんか緑色さあこれは鷹の爪さんなのか。さあ金子がいる対セロテープザンギ。さあ飛んでいくがスリップを踏む。さあギリギリ勝負が取らないところでダブラリ避ける、うまいや。さあ、うわーもったいねー、チャンスあった。さあ、これでかなり厳しい、体力がもう残り少ないのでもう一回チャンスが訪れれば、さあ、難しいからどっかで内野手が出るか、伸びを通すしかないが、あっぱー、さあ、冷静。さあ、でもガイルはね、結構ソニック中足、あとはリフト、まあ、落としているうちは結構安泰なんですが、一回飛びが刺さるとね、かなりきついね。次の一回の読みはよね、ガイルが負けると木が見える。二回読み勝てば残業はもう勝てるんじゃねえか。まあ、しかし、その一回の読みはさえ勝てない。さあ、セロテープ残業。ところ金子くんのアッパーが。さあ今日は早稲田式なので、さあ金子くんは一体退いて、さあ次が、土方さんと、山本さんですね。はい、はい、はい、じゃあキャラクターもお互い決まりました。じゃあ、やりましょう。さあ 1P 側が土方龍、さあ 2P 側は山本俊理。さあ、ワンピー側は金子くんが、ごめんなさい、逆だったか、ワンピー次、失礼しました。さあ、土方さんの竜は1本金子くん勝ってるんで、さあ、これ勝てば勝利。さあ、逆に山本勝利はこれを絶対落としてはいけない。さあ、勝利安い、非常に安い。さあ、飛行権リードしてるのは山本勝利。さあ、先手はガード。さあ、勝利を落としたかったが、さあ、これは踏みつけからのな。
技はよく騙される技です。はい、中山さん飛行剣、さあ上から行ったかが、さて、あの吹っ切る、さあ画面端に芸人が有利、あっと今のジャンプ中継はピュッている、さあコパコパ減らないが、えい、投げちゃった。さあ山本さんが取り返したので、これで1対1では、やっていなかったセロテープさん対、あ、違うか、あ、今勝った方か、最後勝った方の山本さんのチュンリー対金子くんのガイルです。あれか、キャラですね。キャラもう一回変えてもいいということで。さあ本日は早稲田式なので、さあで山本さん対金子くん、さあキャラクターはガイル対チュンリー、さあ山本さんのチュンリー、金子がいる、金子がいる、チュンリー戦は死ぬほどやっている。リック2回転して結構体力減っているが、さあ裏剣、さあ1回転して1回、あっピオリか、おっ、さあしっかりね、3段でピオリかと思った、ライトよりもあったから、チューチューライトから、さあ体力は差があるが、しかしこの体力は見せかけ、さあトゥーマンシム、さあ先手です、さあ投げ、さあここをピペッと行って先手出したところを読まれて、そして裏回りから投げ、さあソニックレギュラーが攻撃、攻撃、さあ画面に裏剣、さあ画面に、さあ対空マイナー、さあどっかで、ね、もう投げ受け身があれば投げ返しが確定してたのではないかと、投げ返し、投げられ、投げ返さないで、さあ100列、さあ先列入れたが出ていない、さあ飛びから投げて、あっ遅らせ、さあ勝利、金子土方チームが勝利。さあ遅らせ中足が刺さって、さあ山本さんちょっと遅らせ中足ね、食らっちゃいました。ラウンド1ファイト、いやさあ、さあ連戦はしないけどもどうする、負けた同士いきます、ヒロポンエクスパーゼロテープ山本でいく、じゃあすいません、ちょっと連戦ヒロポンエクスパー、金子よかった、まあランビスピアじゃんけんで決めてください。さあ 1P が、エクスパーヒロポン、 2P が、2P 側が、金子ドカタとなりまして、キャラを、はい、キャラ決まりました、キャラプレイヤー決めてください。さあヒロポンさんが 1P 側バイソン、 2P 側ドカタさんが、間違えた、間違えた男、1人100円までです、100円まで入れてください、50円2回入れてください。 2P 側がドカタ流、さあこの組み合わせ、ラウンド1ファイト、さあ開幕ファイヤー、何かを出そうとして当たっている、あっと裏から投げれた気がするが、あーダッシュアッパー、飛びに刺さる、よく見てましたね、
海昇竜だ。さあグランドに迫ってきます。ダイゴさんやばい。さあ溜まったぞ。ゴチゴチいった。さあ先方はヒロポンチーム、ヒロポンバイソン勝利。次方次方戦、エクスパーさんとキャラクターを、エクスパーさんと金子さんの龍ガエルか、龍ガエル、金子龍。エクスパーさん100円までですよ、入れるの。大丈夫です。さあラウンド1ファイト。伝統の龍ガエルだが、さあ右手からサマーで竜巻を切っていく。ハドシール、あっと波動が当たってしまって逆転シール。金子ガエル全くいかない、全くいかない。さあエクスパー龍どうする。サーター入ってる、気負ってない、ラッキー。ママーガード注目。さあファーシング、さあディールの体力差がちょっとあるぞ。おっと何かを見つけたスマキット、しかし食らい投げ。さあキャラ替え OK です。一応プレイヤーとしてはヒロポンさんと金子さんということで、あるのか、あるのか、ダルシムあるのか。金子ガエル対 S サガ、ヒロポン S サガ、まさかの、これはやばい。しかし開幕トリガー入ってる。エビが取れないのでモロダメージ。おっと抜けてた、おっアッパー勝てる、出てるぞ、わからなくなってきた。まあまあこれはやばい。勝ったのは金子と方チーム。続いてカワシムさんのところ、カワシムギオエスパーさんのところ全然しない。時間大丈夫、時間大丈夫、まあ大丈夫。じゃあ先やるよ。
チーム、ギリギリ勝ちましたが、さあ危なかった。さあ2番手が、ギオさん、さあトンネルさん、ギオさんですね。ラウンド1ファイト。はい、受験です。強いですよね。なんか女も難しいことになると思います。そうですね、エスケンなんで、あの通常投げでもね、モロぐらいするんで、スクリューじゃなくてもいいっていう。スクリューでもいいし、スクリューじゃなくても終わった。さあさあ、ちょっとセロテープさん、これキャラどうしますかね。さあお互い考え中、何を出すんだ、何を出すんだ、何を出すんだ。セロテープさん、 1P 側がセロテープさん、 2P 側がカワシムさんの、ホンダ DJ、 完全に読み負けた。読み負けた。いやーいやーこれはやり方を間違えた。ホンダはまずいぞこれ。うまくこう立ち回られると DJ は逃げまくれちゃうという、ちょっと体力差が、うわっとジャック、さあ光る、光んない、マシンガンだ。さあちょっとホンダでは厳しいぞこれ。おおいじょ、一回はめて、しかしやばいぞこれ、よくわかんないことになっている。ジャンプショーパンチ、上りショーパンチみたいな、よくわかんないことが起きている。勝ったが当たっている、致し方ない、今のは致し方ない、完全に後光りだったが。さあ残すは、残す試合は、はいはい、うち、やセロテープ山本とヒロポンエクスパーさん、
さあでは次は、ヒロポンさんとエクスパーチーム対セロさんと山本さんチーム。さあファーストプレイヤーはフィッチかな。まあどうすかね。まあチュンリーとスロさんでしょ。チュンリーだから何がいいんだろうね。マジで。はい、こちら決まりました。そちらは。はいはい、ではお互いに決まりました。さあ一人目はヒロポンさん対山本さんの対決で、なんとキャラは山本チュンリー対ヒロポン、なんとダルシム。さあこれはちょっとヒロポンさん読み分けた感じでしょ。素直に言ってくるようになったみたいな。さあダルシムチュンリーはね、ダルシムがちょっと難しいんで、まあチュンリー側が押しが強ければチュンリーが勝てる要素かなりある。まあ、しかしいいセンスをしている。さあヒロポンダルシムが体力を奪っている。さあふんわりしているところに山本さんはやりに行かないといけない。あれ、さあ飛びが通って、さあ先頭はガードされている。さあ今のはカス当たりだが、さあしかし今の体力リード。さあヒロポンダルシム、さあ受け付けて、さあドリル、さあ弾を避けてファイヤーファイヤー。さあブラスト渡って、さあこれはいける。さあ削り、さあなんとヒロポンダルシム、さっき俺がギリギリだった山本チューリーを倒していく。さあ開幕はさあバックナップ。さあ山本チューリーがひよっている。さあヒロポンダルシムがなかなかいい動き。さあ投げて、投げたな、チューリー投げる投げる、クソゲーにしていく、投げる。さあね、頑張って投げ返さないといけないところなんですが、さあ開幕フレームは垂直。さあガードできるんだね。ファイヤーファイヤー、ガードをしているのは、さあ真ん中のペースを握ったのはダルシムのように感じる。さあヒロポンダルシムがダイドリから頭ドリルから進んでいくスタイル。さあ投げは許さない。さあフレイム、さあ先列があるので気をつけないといけない。さあしかしヒロポンさんはさっきね、インフェルノ出したんでね、対空インフェルノ、さあ最大さあ5ヒット。さあテレポで近づいて、さあ押している、投げれない、投げたのチュンリー、これは。さあなんとヒロポンダルシムやりましたね。さあほぼ山本チュンリーを倒して、さあ2人目エクスパー対セロテープ。さあ後がないぞ。さあセロテープさんにプレッシャーがかかっていく。さあエクスパーさん対セロテープ。さあ龍残儀、さあ素直にもうエクスパーノーモアップで OK。 さあエクスパー龍対セロテープ残儀。さあこれはセロテープさんね、まあ切るわけにいきませんね。さあ指揮のドンであるセロ様がエクスパー龍に対して荒らされているが大丈夫なのか。これ投げられている。やっと一発。さあ波動使って見てみは優しいクッパー。これだけ体力リードがあればもういいですね。シャガチュー、さあ真空読まれて、これ死んだんじゃない。がっかりがっくし。さあちょっとやってしまった。あれだけのリードがあったから
って。さあ、壊したい足。さあ、エクスパワー。さあ、バニシング。本当か？本当か？今のバニシング。疑惑のバニシング。さあ、これでセロテープさんが勝ったので、今1対1で。さあ、セロテープさんが勝利したので、セロテープさんはそのままで、ヒロポンさんが入っていくスタイルですね。キャラ決まったら、どなたかに申告していただきたい。さあセロテープさんは何を出すのかな。さあホンダの張り手をジェスチャーしながら、さあキャラクターは分かんないですね。さあヒロポンさんはね結構いろんなキャラ触ってるんで、ベガとかもやってるし、バイソン。さあヒロポンさんはまたしてもダルシムを選択。さあそこをセロテープさんは素直にザンギーフ。たぶん、たぶんありますからね。まあ、ダルシムはね、まあ、残機戦でそんな簡単じゃないですね。かなり有利ですけど、すぐ死んじゃうんでね、これ。そうですね、近づいたらっていうのがありますよ。そうですね。一回捕まった場合にね、テレポーテーションってうまく避けれないと、もうハメが一番続くんで。あー、なるほど。それ以外、もう、ないってことですね。はい。投げ前以外から、8個まで跳ねられて、テレコしか逃げられない。ただテレコチャンスがね2回あるので、どうするか。あ、いいや、ジャグだった。さあ、前を離したいが、それを読んで台足を置いている。いい勝負だ。あっ、ドガファイル。しかし、あっと踏んでいる。うわっ、言い直された。消死しましたね。さあ、お互いにリーチ。お互いのチームともに、お互いともにリーチ。すごいプレッシャーかけてますね。さあ、相打ち相打ち。リードしてるのはなぜかザンギ。なんかすごいところで台足入りますね。台足はもう、ダメな足でも、手に勝ち合えば。あ、なるほど。あっ、危ない。ダイエット狙ってくる。さあ削り。ドガファイル。さあ、ここから。ドガファイル。一瞬バニシシング。ドガファイル。相打ち。あっ、どうなる。ドガファイル。ああ、やった。伸びが通った。なんだよ。はい、こんばんは。勝利。こんばんは。セロテープさんが、さあギリギリ最後ジャンプダイブ。さあ最終試合ですかね。最後残ってるのはドカタカネコチーム対川シムギオチーム。よかったですね、最終抜けはなかったですね。さあ、1P 側が、ドカタ・カワシムチーム、 2P 側が、あ、ごめんなさい、1P 側が、カワシム・ギオチームですね。 2P 側がドカタ・カネコチーム。さあ、キャラとプレイヤーを申告。ジャックパンチを押してください。はい、さあ 1P 側は S 剣、ギオさんの S 剣。 2P 側は間違えた。S 剣出てから選んだ方がいいですね、金子さんがね。 2P 側が金子さんの、金子さんき、エスケンと金子さんき。おっと、昇竜だが投げる。エスケンにはもうジャスはスクリューなんていらないぞと。
めるだけ、通常投げではめるだけ。いやードロップキック長い、下がってもダメですからね、あれね。ダブラリだけ、ダブラリの波動よけだけ、攻撃技は通、攻撃は通常技か通常投げだけ。ピタッと出身がね、鉄砲ですからね。波動拳、波動拳、椅子がってもよかったんで、言うかすよ。波動拳、波動拳、波動拳。さあ、しかし波動拳、ハウスだぞ、これ鳥かごだ、鳥かご。まだまだ1-1ですよ、まだ終わってませんよ。危ない、今勇み足がありましたね、ちょっとね。逆に投げるのは俺だぞと言わんばっかりの一戦。あっ、ダイエットスクリューあった。今もう優勝したかのような勢い。さあ2試合目、カーシムさんと、カーシムさんと土方さん出すのか、ワンピー側が、ワンピー側がカーシムさんぎ、ワンピー側が土方流。ここで勝ったらかっこいい、2週間残技戦のみを考えてきた男。本当なのか、飽きてしまわないのか。暴れない、暴れないがお互い暴れない。いった、スクリュー死んでる。まあまずはね、1ラウンド目の様子見。あっ、なんかデニータがスクリュー、なんかにスクリュー。さあ、川島さんと金子さんということですね。ってことはキャラを申告お願いします。ザンギーガイルは避けたいですからね、この2人。さあ決まりました、リュウダルシム。終わった、終わった。アメコリュウとパーシムダルシム、ストレートに来た。これはリュウ地獄だ。見えるので削っていく、何もしない。さあ時間だけが過ぎていく、手前をつなげ、全く知らない。ダルシムとしてはブンブン適当に、そしてもハワイの中で。さあ、イメージの。これは怖いのでしっかりガード。しかし、どこから来るかよくわからない。逃げるので逃げる。近づいたものの、これは大足だけで勝っている。
これは試合結果、全試合終わりましたが、試合結果としてはイーブンですか、これ。あ、違いますね。金子、金子の方チームが2位、1位が義勇川島チーム、検証おめでとうございます。いやこれ意外とどうでしたか、皆さん。今日の初めてやってみたこの形式、僕もこの形式初めてやってみたんですけどね、この伝統的なね早稲田式、ついにやらせてもらえるなんて感激ですっていうね感じなんですが、これやっぱあれですね、戦術が結構ものを言う、相手が何を持っているか。ね、相手が何のキャラを持ってるかっていう考えるのが結構大変なところ。でも、結局としては、結局としては かぶせにくいキャラがいいんじゃないかと。ね、どれに対してもかぶせられにくいキャラが強いんじゃないかなと思います。さあ、というわけで、の試合を垂れ流しになりますので、なんかいろいろ今日の告知とかありますかね。フォックスがどうとか、先週話しました。そうですね、はい、今度、日曜日に深谷が対戦なんですね。あ、そうなんですね、次の日曜日。もう、今度は、また明後日、はい、なるほど、15日、深谷対戦会で、深谷ロボット、はい、はい、なんかいろいろあったりしないでほしいけどよくわかんないですよね。はい、そうですね、はい、いろいろありましたが、あと、配信的にも当たりかけないかもしれないですけど、はい、来週、はい、我々忘年会的なものをする。あ、なるほど、なるほど、そうですね、式どうなんですか。まあ、今日決めして見てみましょうか。そこ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 、なるほど、なるほど、まあ、式のね、お楽しみがあるかもしれません。そこは三井さんがまだこれからびっくりしました。まさかその話とは思わない、びっくりですね、はい、そういうところですかね。あっという間ですね、1年ね、本当に12月13日と今年もあと2回かな、はい、あと1回さっきさんの方からお話があったんですけど、はい、1月2回やるのかな。あー、あ、こっちも作れると3対2チームを動かして、はい、そうですね、前回の人が来るのかっていうところもちょっと、そうですね、いや、ちょっと待てよ、いや、やった方がいいと思うんだけど、すでに予定が決まっている人がいるのかもしれないので、ちょっとファミリーと過ごしたりする場合が、そうですね、あとですね、もうそういう考えて、はいはい、年内にちゃんと気が付いたらどうするか、そうですね、間違ってきちゃった俺らはいないよ、そうですね、そこはちょっとチェックしてもらえると思います。はい、はい、じゃあ、言いましたで、はい、以上でありがとうございました。今日の試合、はい、垂れ流しとなります、よろしくお願いします。Thank you.
Yeah!
Thank you.
ぜ。
Round one, fight!